いろんなデザインとかが、まあ、世の中にありふれてるから、自分がしなきゃいけないデザインとかは何なんだろうみたいなところを求めるようになってきたんですよね、自然に。いや、本当かっこいい。本当に自分が自分に対してこれは作る理由があるって思えるものだけを作ろうと思って。あ、すげえ綺麗。そこの理由がちゃんとしないものだったら本当は作る意味ないなっていうふうに思ったのが多分根っこにある気がします。他の誰かでも作れそうなものだったら作らなくてもよかったってことになるし、自分の中を通して生まれてきたものを世に出すようにしたいなっていうふうに思いましたね。久保翔平です。ファッションデザイナーをやってます。自分が服作る時の感覚が宝探しに似てて、おじいちゃんの昔過ごした部屋とかがそのまま置いてあって、机の引き出しを開けてちょっとしたおもちゃとか自分が見たことなかったものとかをこう発見するみたいな、そういう新しさみたいなのを感じる瞬間が自分はちょっと好きで、そういう自分の癖みたいなところにフォーカスを当ててって、同時に素材探しをしている時にほんとたまたま和紙っていうのがそこにあって、あ、綺麗。まあ、そこでご縁があって手すき和紙の谷野さんのところに見学をさせてもらいました。失礼します。お願いします。最初はこういう状態ですか？そうですそうです。畑でもうちょっとこう、はい、一番育った時になると 2,3 メートルの大きさになって、もちろんもうちょっと枝とか葉っぱがありますけど、はい、はい、それが、うん、皮を剥いてこれですか？そうですね、これを刈り取ってきて、はい、まあ、工場の釜でふかすんですね。そうするとこの表皮が柔らかくなるので、はい、まあ皮を剥くんですけど、実際こういうふうにかぶってる感じのものを、はい、ふかすことによってこうつるっと剥けるので、はい、こういうふうに分かります、はい、でこれもうちょっと茶色いんですけど、外皮の茶色い皮を削り取ってこんなふうなところまで白っぽくしていきます、はい、そんだけ繊維があるから強いよね。綺麗でしょ？いや、綺麗だし強いです。本当にすごいな。うん、綺麗でしょ？綺麗です。こういうものもレースみたい。そう、使うとね、いろいろとイメージが広がると思いますよ。かわいい。かわいいね。原木をでこう、はい、皮むく、カシキっていうのをやって皮むいたのがこれで、はい、こういうふうに保存しておいて、はい、1年間保存する。あ、そうですね、保存しといて、で使う時に、まあ、水につけて数引きといって茶色い皮を剥ぐ作業をするんですけど、はい、剥いだ後こういうふうに今度また乾かしてこういうふうに保存しておきます、はいはい、今度ここにお水を張って、はい、その叩いた構造を入れて、はい、まあ、回します、はい、そうすると、まあ、これが動くんですけど、はい、これでこう構造の繊維を引っかいて、はい、まあ、さらに繊維をほぐす、さらに細かく感じですね。でさっき構造入れ船の中に入れたあの状態が、はい、そうですね、これをやるとあの状態になるっていう感じです。あ、まあ、ふわふわした感じですね、はいはいはい、そうそう、これが終わってやっと紙すきって感じですね、はい、はい、そうそう、トロロアオイですか？トロロアオイ、はい、これが叩いて水につけておくと、まあ、こういった、あ、すごい、トロロでした、まあ、よかったです、触って、いいですか？はい。でこれは繊維を浮遊させるためのものでして、構造の繊維って重いのでこれが入ってないと沈んじゃうので、それを浮かせて、はい、こうよく揺れるようにするためのものになります。
これはなんか均一に混ぜていくみたいな。あ、これ、はい、そうですね、混ぜるための、はい、道具です。あ、それはなんか水を落として原料をそこに溜めていくイメージですか。はい、今のでいいんですかね。今、はい、大丈夫です。たくさん、はい、はい、もう一回組みます。あ、というか結構重いんですね。あ、すくうと、あ、いいと思います。流して、あ、やばい、紙がなかったら結構文明も発達しなかったとか、まあ、人が本当意思を伝える媒体としてとかっていう風にこう育ってきた部分もあったんで、本当素朴なものだけど奥深いなっていうことも同時に感じて、そこの意味合いとかも汲み取りながら、それが素材としてこう成り立ったら本当に面白いなっていう風に思ったんですよね。で、水を流してから、はい、溜まったのを溜まったのをこれだけ溜めるんです。ゆっくり下ろします。すっごい身近にあるけど、あんまり今までこう自分の日常に溶け込んでたっていうレベルでは全然なくて、トラディショナルなものでもあるけど、そんなに知らなかったっていうところが、すごいなんかそこに価値みたいなのをちょっと感じたんですよね。そこに行かないとこう得られなかった高揚感みたいなのがあったんですよね。はい、素朴なイメージとかも結構自分に合ってたし、可能性はすごい何にでもなったりするし、いろんな連想が膨らんできたんですよね。構造とかトロロアオイから生まれる深みのある白とか、素材のもともとの強さとか儚さみたいなところをすごく感じて、今の自分からするとなんかそこに新しく感じる部分っていうのがすごくあって、谷野さんのところを見学させてもらって、で実際にその手すき和紙を使っているわけではないんですけども、こう自分のクリエーションの感覚っていうのがふとつながる瞬間があったんですよね。